ラウンズベイに来ました。見てこの天気。あ、ここにアイスクリーム屋さんがあります。ブラウンズベイ、ちょっと気に入ってる場所の一つです。いやー、もう夏だね。私の家からバスで10分ちょっと。最高だね、これ。向こうに見える島はランギト島島ですね。すごい綺麗。ここは比較的ビーチがそんなに広くないんじゃないかな。でも全然人少ない。いる方だと思うけど、人は。今日は12月の23日です、金曜日。学校が終わって、学校の後にクリスマスパーティーみたいなのをやって、それからちょっと足を伸ばしてここまで来ました。足を伸ばすというほどの遠さではないですけど、すいません、私はもう完全に半袖というかほぼノースリーブみたいな感じ。入れませんが、サンマスさんの番組を見るといつもこれと水質チェックをする、そんなに冷たくない。すごい綺麗。沿いのお家、素敵。住みたいわ、こんなとこ。ビーチ沿いの道をちょっと行ってみます。結構全然こうロングベイとまた全然違う雰囲気の街ですね。近くにこう立地沿いにこうお店がいっぱいあるのがいいですね。ビールを飲みながら、ワインを飲みながら、
海を見る。ちょっと遠いか。パンクチュア、針のお店がありますね。ここはカフェ。あーというか本当にいい天気。散歩するのにめちゃくちゃいいとこだよね。なんかおしゃれだね、お家が。アパートメントフォーセール、死活のつけた車もあります。こっち側がコモクな海、すごい木。みんなここに、これだから120分フリーで駐車していいですよっていうことですね。そういうところがたくさんあるからありがたい。あそこのお店すごいいつもにぎわってるんだよね。なんかパブみたいな。今日もすごい人。そしてここには何があるかというと、日本のラーメン屋さんがあります。そこに見えなくなっちゃった。そこにあるのがラーメン宝ですね。ラーメン宝というお店があります。すごい美味しくて人気です。すごい超ビーチの近く。近くにはスーパーのカウントダウンもあるので暮らしやすそう。メインの道路です。バスが通ってます。ビーチ沿いから1本入ったところですね。アジア系の店とか。この前ここで食べました。なんですけど、こうやって結構寿司屋がありますが、猫寿司、日本人がやってなさそうだよね。この寿司ラーク、これも日本人がやってなさそうだね。本当にお寿司屋さん多いです。かわいい。クリスマスだから車がクリスマストナカイ仕様になってる。スーパーニューワールドがあります。私が今どこに向かっているかというと、毎度おなじみ図書館に向かってます。この道路でよく見かけるオレンジのマークは、歩道があって歩行者優先の道ですよっていうマークです。なのでなるべくここを通りましょうと言ってる。そばから奥でおじいちゃんが渡っています。車がいないので。
図書館です。お花がすごい可愛いね。可愛い。このさ、花すごい咲いてるんだけど、なんていう花なんだろう。イーストコーストベイズライブラリー、かわいい。行ってみます。